うん。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、ということでね、本日は私、東京は杉並区高円寺にやってまいりました。杉並区高円寺にですね、爆発ラーメンというなんともパンチの効いた激辛メニューがあるということで、今回私やってまいりました。このお店で一番辛いメニューが爆発ラーメンなんですけれども、今日はですね、その爆発ラーメンのさらに2倍裏メニューの爆発ラーメン挑戦していきたいかなと思います。はい、ちょっとね、聞いた話によると、唐辛子と、あとはね、お店のオリジナルのラー油を使って辛みを出しているところで、非常に楽しみでございます。お店に行く前に少し宣伝させてください。皆さん、月々の携帯代高くて困っていませんか？楽天モバイルですと月額2980円でギガ数無制限、専用の電話アプリを使うと通話料無料、ギガ数が無制限ならジョニーの動画も見放題ということで、気になる方は画面下の概要欄をチェックということで、はい、お店が近くなってまいりました。本日のお店がこちらです。ドン味噌市高円寺本店でございます。はい、こちらはですね、味噌専門店のラーメン屋でございます。味噌ラーメンがベースのお店なんですけども、非常にね、どんな味がするか楽しみでございます。早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、ということで来ました、こちらが爆発ラーメン2倍でございます。裏メニューでございます。見てください、これ今にもね、マグマが爆発しそうなぐらい真っ赤っかでございます。これ基本のスープのベースは味噌ラーメンになりますということでね、辛そうだね。様々な香辛料を混ぜてますかね。常温にこう辛そうでございます。楽しみでございます。こんにちは、いただきます。さあ、爆発ラーメン辛さ2倍、お手並み拝見ですよということでね。さあ、まずはね、どうしましょうか。真っ赤っかのこのスープ行ってみましょうか。いただきます。うん、うん、おー、口の中が爆発しております。寝起きで食べたら一発で目が覚める。あまり時間かけちゃって危ないから麺吸っていきましょう。野菜がシャキシャキ、野菜はね、これ人参、もやし、わかめ、喉が爆発しております。これ強敵。これは辛い。これ麺はね、これ太麺と細麺を選べるみたいなんですけども、今回太麺をチョイスしました。食欲も爆発でございます。さあ、麺と具材残すところわずか、体中から汗が止まりません。爆発しております。今回こちらの、ね、ラーメンを食べてますけれども、皮膚きつけ麺っていうね、こう辛いつけ麺もあるそうで、やっぱこう熱くなってくるとラーメンよりかはつけ麺だよね。汗かいてすっきりしたいという方はね、もうラーメン一択でございます。もうね、一口で汗かいてますから。味噌一直伝のね、伝統の味噌が感じますね、辛さの向こう側に。うん、辛いけど、おじや、あ、そうなんですか。じゃあお願いします。夜8時までに注文すると、こちらの麦飯無料サービスということでね、余ったスープに麦飯入れて、これたまらんわと、食欲爆発でございますということでね、ちゃんとね、麦が入ってますよ。美味しそうですね。じゃあすいません、いってらっしゃいませ。
爆発ライスの出来上がりでございます。旨味たっぷりのこのスープを余すことなく味わうことができます。いただきます。うん、合うわ。うん、辛さ爆発。うん、いいね、麦飯合いますね。うん、これこれ、うん、うん、辛さ成分というものはね、丼の下の底に行きがちですから、奥の方からこのご飯をすくってあげると爆発度増しますね。うん、うん、残すところスープのみとなりました。やっぱラーメンはね、スープが一番辛さが染み込んでますから。あともう一息。よしよし。ごちそうさまでした。爆発ラーメン2倍食べ終わったんですけども、辛かったな。今すでにお腹が爆発しております。ベースとなるね、味噌、このね、味噌のね、旨味がね、このスープに行き渡って、キャベツ、人参、コーン、わかめなどなど具材盛りだくさんで食べ応えのある一品でございます。辛さレベル 7.5 ぐらいですかね。うん、高円寺に来てね、あ、なんかスカッとしたいなとか、暑さ吹っ飛ばしたいなとか、すっきりしたいなという方はね、この爆発ラーメンおすすめかなと思います。辛さも爆発、うまさも爆発ということで、本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画通知のね、設定もぜひオンにしていただけると、私が動画更新したらピューと通知がいきますので、ぜひ設定の方オンによろしくお願いしますな、ということで、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。